前回の牛久戦、そこをつまずいたのは、まあ正直自分にはがっかりしたんですけど、まあそこで勝ってたら日本に行ってたと思うんですけど、やっぱりそれだと時間がかかるというか、人より違うことをしないとあかんなと思って、まあ行こうと思いましたね。日本で教えてもらったことのない技術だったりとか、そういうのはやっぱ進んでるなと思って、練習相手の質だったりとか、そういうのも全然違うなと思ったんで、得られることの方が多いんですけれど、そういう中でも止まらないだったりとか、しんどくてもちゃんと動ききる、しんどい中ででもやれることをやるみたいな、結構気持ちの面で、組の中で。技術はもちろん試合に対する覚悟だったりとか、そういうところが今までこのできてなかったなって思うことも、こういう環境に触れて思ったので、今回はオリングの上で死んでもいいわっていうぐらい、もう全てをかけて悔いなくやろうと思ってますね。萩原浩二 VS 萩原恭平。